今日始まったフランス展の会場には本場のワインやチーズなどが所狭しと並べられ、オープンから多くの買い物客でにぎわいました。中でも行列ができていたのは山鹿市の洋菓子店が作るモンブランです。山鹿特産の栗が使われていて人気を集めていました。他にも県産の素材が使われたカヌレやガトーフロマージュなどフランスを代表するスイーツが並んでいます。また会場にはバーが設置され、惣菜とワインをその場で味わうことができます。アンティークの雑貨や洋服、アクセサリーなども販売されているフランス店は今月29日までです。